こんにちは、アロマライフスタイルの小田由紀です。今回は風邪の季節に役立つアロマについてご紹介していきます。アロマというといい香りでリラックスというイメージが強いかもしれませんが、実はこの繊維の中には菌やウイルスを寄せ付けないパワーに優れているものがたくさんあるんです。そこで今回の動画では初心者の方でも取り入れやすいものを3つご紹介していきたいと思います。私が普段よくやっているおすすめの使い方もご紹介していきますので、風邪対策にアロマを取り入れてみたいという方はぜひ参考にしてください。それでは早速ご紹介していきます。まず1つ目がユーカリの精油です。ユーカリは風邪の季節の代表的な精油で、抗菌作用や抗ウイルス作用が優れているのが特徴です。また鼻や喉など呼吸器系のトラブルにも大きな効果を発揮してくれることから、鼻や喉が弱い方にもおすすめの一本です。で、香りの特徴としてはツーンとした鼻に抜けるような爽やかな香りが特徴で、香りを嗅ぐだけでも喉や鼻がすっきりとして気分もリフレッシュできる香りです。また沈んだ気分を引き上げてくれるので、元気になりたい時にもおすすめです。ユーカリの精油には様々な種類があり、最も一般的なのはグロブルスという種類ですが、私がよく使っているのはラディアータという種類です。ラディアータの方が香りや作用がマイルドなので、お子さんや高齢者の方にも使いやすい種類です。続いて2つ目がティーツリーの精油です。ティーツリーといえばアロマテラピーでは定番の精油です。ティーツリーは抗菌や殺菌作用をはじめ、抗ウイルス作用や抗真菌作用に優れているのが特徴で、感染症の予防に絶大な効果が期待できる一本です。またティーツリーは強力な殺菌力の割に皮膚や粘膜に優しいというのが大きな特徴です。香りの印象としては染み通るような爽やかな香りですが、いわゆるお花のようないい香りではないので、苦手と感じる方はラベンダーやオレンジなどとブレンドすると香りがマイルドになって使いやすくなります。ティーツリーは免疫力を高める効果も期待でき、体調管理をはじめ肌トラブルのケアや掃除など日常の様々なシーンで活躍してくれます。価格も比較的安いので、まず最初に揃えておくと便利な精油の一つです。続いて3つ目がラビンサラの精油です。先日アップした風邪対策アイテムの動画でもご紹介していますが、ラビンサラは抗ウイルス作用や免疫力を高める働きに非常に優れているのが特徴です。そしてこのラビンサラは精神的な不調にも役立つ精油で、例えばストレスや疲れで体調を崩しがちな時や眠れないという時なんかにもすごく役立つ一本です。香りの雰囲気としてはユーカリに似ていますが、ユーカリよりもマイルドで単品でも使いやすい香りです。で、おすすめの使い方としては、お部屋で過ごす時にはアロマディフューザーで香りを広げるのがおすすめです。特に寒い季節は締め切ったお部屋で過ごすことも多くなってくると思うんですけど、そういった時に抗菌作用のある爽やかな香りを広げるだけでも空気がきれいになって気持ちよく過ごすことができます。で、あとは鼻や喉に違和感を感じた時には蒸気吸入がおすすめです。蒸気吸入はマグカップにお湯を入れ、そこに精油を1滴垂らして立ち上る蒸気を吸い込むという方法なんですが、これを5分ぐらいやるだけでも喉や鼻がすっきり楽になるので、ぜひ一度試してみてください。あとは夜寝るときに鼻づまりが苦しくて眠れないなんていうときには、ティッシュに精油を1、2滴垂らして枕元に置くのもおすすめです。最近はこういったアロマウッドとかアロマストーンというアロマを垂らすだけで香りを楽しめるアイテムもあるので、ティッシュだとなんとなく味気ないなっていう方はぜひチェックしてみてください。あとウェブマガジンの方でも風邪の季節に役立つアロマの活用法についてご紹介しています。ご興味のある方はこちらもぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回は風邪の季節に役立つアロマを3つご紹介しました。おさらいすると、まず1つ目がユーカリの精油です。そして2つ目がティーツリーの精油です。そして3つ目がラビンサラの精油です。どれも似たような働きを持つ精油ですので、実際に香りを嗅いでみてお気に入りのものを選んでみてください。
あとこれらの精油を単品で使うだけじゃなくってブレンドすることで相乗効果も期待できます。お手持ちの精油などと組み合わせてぜひアロマを楽しみながら心地よく風邪対策してみてください。今回の動画は以上になります。今回の動画が少しでも参考になったという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ご質問や感想はコメント欄にお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。